はい、お問い合わせいただいたので答えてみたいと思います。上半身が比較的痩せ型で、下半身がちょっと大きくなっている、まあ、太っているっていうほどなんでしょうか。この場合、考えられるのが股関節の硬さです。股関節が硬いと血流の流れがうまくいかないので、下半身だけ太ってしまったりとか、むくんでしまったりとか、そういうことが起きます。なので股関節を柔らかくしてあげると、そういう問題が解決されます。まずこの体操をやってみてください。股関節の体操です。足幅は肩幅、まあ、腰幅、肩幅ぐらいでお願いします。で、まず最初に足、お尻を後ろに押し出していきます。その時、上半身は、まあ、力抜いたままで、なるべくまっすぐ、僕前向きますね。この時、体、上半身はまっすぐなので、徐々に目線が下がっていきます。これでどんどん膝を曲げていって、お尻を後ろに出していきます。これでお腹がももについて、胸が膝に軽くつくぐらいで力を抜きます。これで顔をだんだん上げていきます。顔を最初に上げていきます。前を向いて、前を向いて、やや上を向いて、ゆっくり頭を上から持ち上げられるように立ち上がっていきます。完全に立ち上がりきったら、少し2呼吸ぐらい休憩します。こんな感じで2回ぐらいやってみてください。そうすると股関節がこう曲げられて、十分に曲げ切って、また完全に伸びるっていう感じで、普段動かしてない動きができますので、ここの股関節を緩めることができます。ぜひ試してみてください。